まだ追いかけてくるみたいね。それならこっちも全力で行きます。つむぎちゃん、プロデューサーさん、スピードを上げるから少し揺れるかもしれません。気をつけてくださいね。私とつむぎちゃんがこうして並んでいるのも、もしかしたら運命なのかしら。なんて。夜空を彩ったたくさんの星座の輝き。その最後を飾るとっておきのライブです。さあ、私たちのステージを届けましょう。プロデューサーさん、お疲れ様です。もうすぐ本番ですね。そうですね、夜景がとっても綺麗で思わず写真を撮ってしまいました。 SNS の企画以来、バズりそうなものを見つけるとつい写真を撮るようになってしまってこれまで気づかなかった素敵な景色や面白いものがたくさん発見できて、とっても楽しいんです。はい、本当にいい経験ができたなって思います。つむぎちゃんとも以前よりも仲良くなれましたし、私は大人ですし、年上として引っ張ってあげなくちゃなんて思っていた時もありましたけど、つむぎちゃんとてもしっかりしていて、それでいて可愛らしい面がたくさんありますよね。はい、きっとまだまだ私の知らないつむぎちゃんがいると思います。つむぎちゃんのこともっと知りたいですし、私のことももっと知ってもらえたらなんて。だからこれからのユニット活動、私とっても楽しみなんです。はい、任せてください。まずは今日のお仕事でとっておきのステージをお届けしたいと思います。